韓国のり、韓国のりもしくは朝鮮のりは韓国で親しまれているのりの一種である。一般に塩とごま油で味付けされた味付けのりとして知られている。かつては味付けされていないのりも日本に多く輸入されていた。なお、味付けのりという加工のりは日本の山本のり店が1869年に始めたものであるが、ごま油の味付けは日韓併合期に 関西地方の味付け海苔が朝鮮に伝わり、現地風にアレンジされたものと言われている。韓国では、すさび海苔とは、別種の大山海苔、丸葉海苔、つくし山海苔などが好まれているとされる。商品化される過程で、韓国式の製造加工工程を経て、商品としての韓国海苔となっているが、養殖されている海苔の品種そのものは2012年前半までほぼ、すべてが、 日本品種の海苔であった。軽症道京地理士や心臓東国境地商覧に海衣の記述があり、これを海苔の加工品だとする説がある。また元のと問題尺には海衣難解に賛するが、東海の人が取って干したものが最も良いと記述がある。高用軍、大野人志島には金南寺翼という人物が最初に海苔の養殖を始めたという伝承がある。 他にも、太い島郡では20世紀初期に、金優夢という人物が、流木についた糊をヒントに養殖を始めたという伝承があり、金の名を取って、韓国のりが、金と名付けられたという俗説もそれぞれの地域で存在する。1911年の調査によれば、日本統治時代の朝鮮において、海産物商が消滅され、代わりに日本企業による、 海産物販売拡大が期待された。以降、朝鮮国内での生産、日本国内での加工、販売の促進政策に移行する。朝鮮総督府が、乗り魚介の補助金の交付や本土からの専門家の、招聘・研究機関の設立といった、奨励策を取り主導的な役割を果たした。1919年に発行された料理本、ゼギ全書によると、 ごま油を塗って焼いて塩をかけた四角いのりの記録がある。1928年頃には、朝鮮総督府の水産試験場主任技師、藤川全羅南道水士技師、金子正之助が浮き日養殖法を開発し、生産量の向上に成功した。なお、低文岐地、朝鮮のりには、紅葉軍の戦術加工で一本日びの養殖が行われていたという記述がある。 2010年に初めて韓国産種、海風1号の開発に成功し、2012年には CJ 第一製党により商品化した。関係者によると生産量が日本産種の1.5倍以上で病気に対する抵抗力も強く、日本の種子の半額の1ムあたり5万ウォンとある。海風1号は高層すさびのりの研究で、 北海道大学水産科学博士号を持つ際、製材らにより2008年に海南の利用食魚場で発見された葉体を成熟させて開発され、2010年に特許登録、2011年に商標登録、2015年に品種登録された。その後も、洋肉が厚く加工しやすい、ヘモドル1号、味が優れた海風2号、高層水しないに1号、 成長が早い、水しない106号、全南大学と共同開発したジョンス1号などが生産されている。1990年代以前は、海苔養殖の網を消毒するために、金属の洗浄に使われた肺塩酸で網を消毒処理する手法が一般的に取られてきた。韓国政府は、1994年に塩酸を有害化学物質に指定したが、 工業用塩酸を海苔養殖に利用する例が後を絶たない。工業用塩酸は、火酸化水素水などのポリタンクに詰め替えられて、養殖業者間で流通するが、2016年から2017年にかけて、韓国内で集中的な取り締まりが行われた際には、摘発を逃れるために、容器の海洋投機が行われ、日本海沿岸に、 漂着ゴミとして大量に流れ着く余波も起きた。2014年9月16日、中国国家質量監督権限権益総局は、7月に中国に輸出された韓国産のりから基準値を超える発岩性物質、無基礎が検出されたことを明らかにし、海洋汚染や生産、加工、放送の段階での汚染が原因ではないかと指摘している。また、 フレーク状のままごま油で揚げられ味付けされてふりかけとした製品も見受けられる。韓国ではキムパプに使われるが日本で寿司に使用されることはほとんどない。ありがとうございます。